走るチキン伝説の噂はその日のうちに里中に広まりました。よう対処案件だろう。それすみませんでした。いや、サボるつもりはなかったのです。誰にも知られずに解決してしまいたかっただけ。尋問され、速攻でバレてしまいました。警官としての資格剥奪を免れたのは人を助けますね。はあ、一つ忘れてた。はい。断髪。はい。責任取って断髪せい。すまんが、坊主だけは勘弁してやってくれんか。忍びない。ああ、こんにちは、ベリーショート以下の世界の皆さん。海はどうして海なんですかね。黙ってろ。お二人とも、たまには体を動かしたいと思いませんか。先生、こっちにお鉢が回ってきた。先生、先生の学力でどうか私たちをお助けください。え、いや、それはちょっと。あれ